なんと5日間のストレッチでこの結果です。すごくないですか。頑張って筋トレ食事制限しても腰肉なかなか痩せない方、実はですね、腰肉を伸ばして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 伸ばしまくるとめちゃめちゃ効果あります。マジで1回でかなり変わりますよ。寝る前に腰回りを、メジャーで継続してみるか、写真を撮ってみてからやってみてくださいね。それでは一緒に頑張りましょう。はい、ではね、やっていきたいと思います。まずはね、適当に足って座ってください。あぐらでも何でも大丈夫です。座りやすい方法で大丈夫です。片手に手をつけます。そのまま手を思い切りぐぐぐぐぐーっと倒していきます。この辺伸ばしましょう。30秒です。ぐーっとね、この辺は脇腹、脇あたり伸びていれば OK です。手の位置はね、自分のやりやすい位置、自分の体の硬さと相談してやってみてください。ぐぐぐっと伸ばしましょう。かなりね、普段固まってるなみたいなところめっちゃ伸びると思います。ぐーっとね、伸ばしてあげてください。深呼吸を忘れないでくださいね。もうね、きついよって方ほどね、かなり固まってる可能性があります。その分効果あります。よいしょ。はい、もう片方こっちに手やってぐぐぐっと手倒していきましょう。30秒です。よいしょー。この辺で伸びてますかね。頑張ってくださいね。よいしょ、よいしょ。私ぐらい全然できなくてもね、本当に自分なりにできてれば全然 OK です。人とは比べないでくださいね。頑張ってくださいね。よいしょ。しっかりね、この辺伸びてればね、ほんと OK です。間違いじゃないです。よいしょ、頑張ってくださいね。よいしょ。次はですね、手を後ろで曲げます。曲げたらこの肘ですね、肘をぐーっと内側に手でね、押してあげましょう。30秒です。ぐーっとね、肩甲骨を寄せるような、で、これ余裕がある人はこのこっち、ここも一緒に伸ばせるように、これ こっち側手で押してる側に、体もねじってあげてください。これ余裕がある人だけで大丈夫です。ぐーっとね、押してる方に重心をかけるようなイメージです。体全体を。大丈夫ですかね。頑張ってくださいね。よいしょ。はい、もう片方、の手を曲げて、もう片方余ってる方の手をぐぐぐっと内側、余裕がある人はそのまま体もちょっと倒しましょう。30秒です。ぐーっとね、よいしょ。手でね、思いっきり、思いっきりじゃないです、優しく押す感じで無理はしないでくださいね。でもね、頑張りましょう。よいしょ。ほんとね、やってるだけマジで偉いです。深呼吸を忘れないでくださいね。もうね、しっかりやればね、必ず効果はあるので、最後まで、ね、一緒に頑張りましょうね。30秒ずつやってますけれど、辛かったら10秒とか20秒で、ね、やめても大丈夫です。でも最後まで一緒にやってください。はい、次はですね、片方の足を手で持ちます。持ってぐーっとね、できる人だけでですよ、胸の方に近寄らせていきます。30秒です。これぐーっとね、背筋伸ばして胸の方に、私はこうつくんですけど、これ全然この辺までしか上がらないという方も多いので、自分のできる範囲で、お尻、もも裏伸びていれば OK です。できる限り胸の方に近づける努力をちょっとしてみてください。できる範囲で構いません。無理は絶対にやめてくださいね。で、背筋はなるべく伸ばしてください。きついからといってね、息は絶対に止めないでくださいね。頑張ってください。よいしょ。はい、もう片方の足やっていきます。できるだけ胸に近づけましょう。30秒です。ほんとできる限りで大丈夫です。お尻と、もも裏が伸びているっていう感じがあればね、それで OK です。全然ね、この辺でもそもそもあぐらができないっていう方はいらっしゃると思うので、もうそれはほんと全然大丈夫です。あぐらできなくても全然大丈夫です。もう人によってね、もう体の構造全然違いますから、あ、構造は一緒か。でも本当に、まあ、基本的にその硬さとか違うので、比べないように自分の中でね、ベストを尽くせれば大丈夫です。よいしょ。はい、次はですね、体育座りした状態で手は後ろです。足をかけます。かけたらちょっと姿勢伸ばして前に倒れていきましょう。30秒です。これね、ここさっきみたいに近寄れないって言ったんで、本当こういう全然大丈夫です。こういう感じで、とにかくお尻ともも裏が伸びていれば大丈夫です。
もうね、あんまり辛いって方はね、休憩しながらやってください。あのね、ちょっとでもやったことが本当に偉いんですよ、マジで。あの辛いと続かないので、ね、自分のね、体と相談しながら、体力、硬さと相談しながらやってみてください。本当に無理は禁物です。あのたまにさ、あのめちゃめちゃ気合入れて頑張ったらさ、あのその日は頑張るんだけど続かなくないですか。この方の足やっていきます。30秒です。ぐーっとね、もも裏、足の裏、もも裏、お尻伸びてる、 OK です。自分のできる範囲で頑張りましょう。無理はしないでくださいね。呼吸を忘れないでください。以上、腰前のお肉ですけど、お尻の硬さもね、めちゃめちゃ、ね、重要になってくるのでね、お尻のストレッチ大事なんですよ。お尻の硬さが原因でね、腰周りね、お肉ついてるかと思います。あ、そういう動画を、ね、過去に撮ってるので概要欄に貼っておきます。はい、体勢変えます。寝っ転がります。寝っ転がったら片方の足を曲げて、こういう感じ、床につけます、できる限り。そうするとこの辺伸びてると思います。あの肩はできるだけ床につけてください。この状態で30秒です。ぐーっとね、足は90度に曲げて、肩はできる限り床につく。そうするとね、めちゃめちゃ脇腹伸びると思います。あのかなり硬い人はね、これできないと思うんですけどね、ほんと全然どう、もうほんと自分のね、この辺とにかく脇腹が伸びていれば OK です。もう同じ形にならなくても大丈夫です。とにかくね、この辺の意識してくれれば、もうそれでね、もう100点ですね。よいしょ。はい、もう片方の足遠くに、よいしょ、90度に、遠くに下ろすような感じ。肩をつけましょう。30秒です。ぐるぐっとね、脇腹この辺、お腹の横伸びていれば OK です。あんまなんか、あの細かいところばっかりに気にしすぎると、あのいろんなところを考えながらやるとわけわかんなくなると思うので、ね、とにかく今このポイント、脇腹っていうところが伸びている感覚があれば、ね、もうそれでも十分 OK です。難しいと続かないですから、本当にやってるだけ偉いんですよ、マジで。よいしょ。はい、次ですね、寝転がった状態、片足ずつこうやって曲げて、脇腹を寄せるような感じです。30秒やっていきましょう。グッとね、真横に足を引く、上げるそうすると脇腹にちょっとね、よいしょ、収縮する感じあると思います。ちょっと寄せるようなイメージです。グッとできる限り足を上に上げる、よいしょ。そうするとね、脇腹ちょっとね、よいしょ、寄せるような感じがあると思います。できる範囲で構いません。よいしょ。はい、次足を90度に曲げて、足パタパタさせていきましょう。30秒です。足を、お尻は 両尻床につけてください。この状態で足パタパタさせます。これ、ね、割と楽なんですけどね、しっかり脇腹伸びます。あまりね、速くなくてもいいので、自分のペースで頑張ってやってみてください。あの自分のペースでもいいので、ね、最後まで一緒にやってくれればね、しっかり効果出ると思います。一緒に頑張りましょうよいしょ。はい、次ですね、体を伸ばした状態で右手を上げます。右手を上げたらグーッとね、伸ばしていきましょう。30秒です。グーッとね、この辺伸びてる感じしますよね。よいしょ。伸びてる感じわかんないよって感じがすれば、ちょっとね、浮かせてもいいと思います。ちょっとね、わからない方は自分で角度調節してみて、この辺伸びてるなっていう感じのところでね、止めてあげてください。ちょっとね、きつかったらね、無理は禁物なので、休憩でも大丈夫です。以上、ぐーっとね、伸ばしてあげてください。呼吸は忘れないでくださいね。よいしょ。はい、もう片方の手を伸ばして、ぐぐぐーっとこっちに寄せていきます。30秒です。この辺で伸びていれば OK ですよ。無理はしないでくださいね。よいしょ。伸びてる感じがあれば OK です。結構ね、ストレッチでもしんどいと思うので、
このストレッチはね、割とまだ休まるもののね、まあ、休憩だと思ってゆるくやってみてください、これは。深呼吸忘れないでくださいね。よいしょ。はい、次はですね、足をこういう感じで曲げて膝を抱えます。抱えてぐぐっとお腹の方に寄せていきます。30秒です。ぐーっとね、できる限りお腹の方に寄せていきましょう。もうこれをね、硬い人はね、ほんとね、ちょっと引っ張るだけで大丈夫です。あの、もも裏伸びていれば OK です。腰肉ですけどね、腰肉ある人ね、もも裏硬い人めちゃくちゃ多いです。体のね、重心の問題ですね。体というのはね、つながっているのでね、そこの部位全然関係ないじゃんっていうところのストレッチをしたら意外に治ることとかもね、あるんですよね。よいしょ。じゃあもう片方の足ググググッと寄せていきます。30秒です。よいしょ。太ももの裏、もも裏伸びていれば OK です。無理はしないで頑張りましょう。ゆっくり深呼吸してくださいね。頑張ってくださいね。もう少しでね、今日のストレッチ終わります。ほんとね、最後まであと少しなので頑張りましょう。ほんとに皆さんやってるだけほんとに偉いです、マジで。よいしょ。次はですね、うつ伏せになります。うつ伏せになったら足をちょっと上に上げたら、グググッと遠く遠い方にこうやって伸ばしてあげましょう。30秒です。グーッとね、体は下で、足を浮かせて遠く真逆の方に、内側ですね、足の内側の方にこうと伸ばしていきます。そうするとね、脇腹すごい伸びますよ。以上、伸びてる感じ、この辺伸びてるなって思えば正解です。本当ね、凝り固まったね、脇腹、腰肉で伸ばしてあげてください。すっきりしますよ。よいしょ。はい、もう片方の足やっていきます。30秒です。ぐーっとね、伸ばしましょう。しっかりね、伸ばしてあげてくださいね。これで腰痛くなっちゃうよって方はね、あんまり無理しないで、無理しないでください。無理は禁物です。あと少しですよ、頑張ってくださいね。もうちょっとで終わります。2、1、よいしょ。はい、次はね、ラストです。ラストのストレッチなので40秒頑張りましょう。四つん這いになります。四つん這いになったら、おへそを見る感じで丸めます。背中を丸めたら上を向く。これを40秒やっていきます。最後ですよ。おへそを見るときに息を吸う。で、吐きます。背中丸める。こういう感じでゆっくりやってあげてください。キャット&ドッグっていう種目です。これはゆっくりな感じで丁寧にやってあげてください。いやー、もうすぐ終わりです。もう本当、皆さん最後までお疲れ様でした。よいしょ。よいしょ。お疲れ様でした。最初にメジャーで測った方はもう一回計測したり、写真撮った方はもう一回撮ってみてください。効果あったよって方はね、コメントいただけると嬉しいです。写真撮って効果あったよって方はね、インスタだったりツイッターで DM いただけると嬉しいです。今回の動画がちょっとでも良かったなって方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。